はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました大阪教育大学の木原です。私今日もこちらにいらっしゃっている長崎大学の寺島先生、それから高知大学の島田先生と3人で財団の方から移植を受けて、こちらに書いてありますように特別研究指定の一期校という呼び方しますけど、最初に始めた学校と、それからその次の年からスタートした合計4校3校の7校のですね、実践研究を推進するリーダー的存在であった先生と、それから今日こちらでもやっぱり同じようにお話しなさっていた特別研究指定校にはアドバイザーという立場がありますので、その方に聞き取りをして、特別研究指定校が取り組みを充実させていくためには何が大事なのかということについて比較研究を行いました。つまり冒頭遠山理事長のご挨拶にありましたけれども、特別研究指定校のような取り組みを進めていく際に何が鍵を握っているのか、それがどうやれば続いていくのかということについて、比較的他の学校にも当てはまるポイントというのを抑えられたというふうに思いますので、ここでご披露したいというふうに思います。そもそも特別研究指定校というのは、ある種の負荷がかかって実践研究を進めているわけですよね。一個一個説明する必要もないかとは思いますけれども、こういうハードルを乗り越えるということに対して前向きに捉えて応募して、そしてそれが認められて、その計画が認められてですね、始めているというふうに思うんです。実際どんな様子なのか、私も実はアドバイザーを務めたことがありまして、三好市立三輪小学校というのが一期校の一つでありました。こんなふうにしてもう随分前になりますけれども、電子黒板等を利用したりして、ICT 活用による思考力表現力の育成というものに取り組みを重ねていたように思います。また右側の写真にありますように、授業研究の仕方を工夫してですね、その思考力表現力に資する ICT 活用のアイデアをみんなで交流し、また共有するということについてもエネルギーを注いでいらっしゃいました。2期校の一つに横浜市立立野小学校というのがあります。こちらは人間力の育成ということをテーマに掲げて、そこに ICT 活用をどのように位置づけていくのかということについてチャレンジを続けていたように思います。またもう一つ2期校の一つに東京都日野市立の平山小学校があります。こちらは私実践研究をやっていたその助成期間中には行けなかったんですけれども、終わって1年目の最後、この半年ほど前の2月にですね、行ってみると、実践研究に応募した時の書類の中身以上に取り組みを深めたり広げたりしているということが言えたと思います。アドバイザーの中川先生、そうですよね。このように少なくとも私たちが対象として調べさせていただきました1期校4校2期校3校におきましては、やってる最中も、その応募した時の枠組みに基づいてそれぞれが ICT 活用ということに頑張って取り組んでおられましたし、それをある程度、いやかなりの程度続けたり、あるいは深めたり広げたりしているということを確認できました。どうしていたらそうなったのかということについて、結論を申し上げるとこのような図式で説明できるかと思います。この読み解き方なんですけれども、最初に外側の円を注目していただきたいと思います。これは私たち基盤的要因というふうに呼んでいますけれども、そもそも申請するときにこういうことが成り立っていて始められたんだということであります。例えばなんですけれども、管理職のリーダーシップが充実しておられて、申請書を作成する際に管理職が何度もですね、その書き換えをオーダーしているというか、それに関わっているということがあったりだとか、ちょっと時間の加減で全部は説明できないんですけれども、やっぱり何らかのアドバンテージを持っていないと始めることちょっと難しいということが言えると思います。
今日ご発表なさっている特別研究指定校にも同じことが言えるのではないでしょうか。さて、それでは実際にやっているときに、実践研究を進めている2年間の間にどんなところに力点を置いておやりになっていたかということについて5つのカテゴリーがあります。1つ目は分散型リーダーシップと呼べるものであります。2つ目はリソースに関わることです。後で少し詳しく説明します。3つ目はグループアイデンティティというふうに書いているんですけど、要するに同僚間のですね、絆を深めるための取り組みをしているということであります。4つ目にエビデンスに関わるものです。これは今日の報告でもたくさん出てきたと思うんですけれども、自分たちの取り組みを振り返ったりアピールしたりするためのデータを上手に使っているということです。最後に学校と学校外組織とのネットワークの構築というのがありますけれども、学校の取り組みっていうのがベースになっているんですけど、それに対する刺激を自分たちで得ようとして外の組織を適宜活用するというアクションがあるということであります。少し今の中身について踏み込んで説明をいたします。例えば一つ目の分散型リーダーシップという問題であれば、多くの学校にですね、複数のミドルリーダーにあたる方がいらっしゃっていて、それが機能していると。もちろん学校ですから丸々主任という方は必ず位置づいておられるわけですけれども、それが形だけに終わっていなくて、ちゃんと実践研究の企画運営上ですね、連携プレーをしているということが言えます。あるいはそのミドルリーダーの中のリーダーさんは、他のリーダーに対して、あるいは一般教諭に対して、そのこういうふうにしたらいいんだよというアドバイスを与えるだとか、逆にここは任せようという判断っていうのを鋭敏にしているということが言えると思います。続いてリソースの問題、要するに人物お金ということなんですけれども、もともと特別研究指定校なので特別な措置が講じられているわけですね、財団から。にもかかわらず、全ての学校と言っていいと思いますけれども、例えば別の行政からの指定を受けるだとか、そういう形で自分たちの取り組みに負荷をかけつつ、でもやりたいことが十分にできるリソースをさらに獲得しているということが言えました。それがお金の場合もあれば人の場合いろいろなんですけれども、特別研究指定校の枠組みの中でどうも十分じゃないという部分を上手にですね、テーマはそれに絡めながらやっているということが言えたわけであります。続きまして、仲間の同僚間の絆を深めるということですけれども、例えばそれぞれの教員が取り組んでいるですね、実践というのを上手に持ち出して、それを何かに文書にまとめたり、あるいは報告会を開く等の特別なアクションを起こして、ただ自然にその知恵がなんとなくつながるというんじゃなくて、そのための道具立てや場面設定をして、かなり意識的にですね、自分たちが目指しているところは何なのかということを具体的、さらに継続的にですね、抑えようとする仕組みがあったと思いますし、右側ご覧いただきたいのですが、学校を移動してこられた先生方には、年度始めにスペシャルな機会を作って、やはりそのそれまでやってきたことっていうのを吸収してもらう機会だとか、あるいは方法というのを講じられていたように思います。エビデンスの問題ですけど、さまざまなデータというのを上手に使って、今日の報告の中にもたくさんあったと思いますけど、2つの可能性をそのエビデンスに求めていました。1つ目はちょっとかっこいい言葉で言えばエンパワーメントということだと思うんですけれども、自分たちがしんどいながらも続けている、それがちゃんと成果出ているんだということを実感するための道具立てとしていろんなデータを使っていたと思います。これとちょっと諸刃っていうところありますけれども、やってもいいデータが得られなければかえってですね、しんどいなと思うかもしれないんですけど、ここのところは
その実践研究を推進するリーダーの方が自分たちがやってることの良さが現れるだろうと思うその角度のデータというのを上手に取ってくるということをやってるというのも付け加えておきましょうか。もう一つは学校の外に向けたアピールであります。要するに自分たちがやってることはこういういいことがありましたよっていうのを訴えることで、それに注目してくれてアドバイスをもらったり、あるいはさらなる支援を得たりする、そういう可能性を高めていたように思います。さて、途中で見ていただいた、要するにこういうことが多くの学校に当てはまっていましたよっていうのの頂点に位置づけていたものが、学校と学校外組織とのネットワーク、その構築ということであります。これにも大きく2種類のものがありました。例えば研究発表会を開催するだとか、あるいはいわゆる研究企業を作ると、まあ、そういう我が国の実践研究を推進してきた学校の先生方にとっては、まあ、定番というか定石というもの、それを工夫するという側面と、さらにこれまであまり研究発表会の開催だとか、あるいは研究機能作成というものほどには注目されてこなかった新しいネットワークの可能性ということと、2層に及ぶわけですけれども、前者、伝統的な取り組みについて言うと、例えば今日の先ほどの酒田の中学校だとか、あるいは大阪守口の小学校もそうだったと思うんですけど、多分今までのその研究の成果を語る際の文書に比べて、例えばカラフルだったり見やすい図が使われていたり、何種類もあったりと、宮小学校などだと研究企業のリーフレット版なんていうのも作って、ざっと見てもらうこともできるような仕掛けをしているわけですよね。ただ書けばいいというんじゃなくて、どう書いたらそれが注目されるものになるのかというところまで丁寧に考えているということが言えると思います。同じく山室中部小学校一期校ですけれども、ここの実践に関するレポートもすごいこう見る人を引きつけるようなレイアウトまで考えてやってあったように思います。すいません。もう一つ、これまでの伝統的な取り組みと違っている角度、それによるですね、学校と学校外組織とのネットワークの構築であれば、例えば先ほどある中学校さんが教育センターと連携してやっておられるというのがあったと思うんですけど、宮小学校であれば校内圏とその地域の行政研修とタイアップさせて、近隣の小中学校の研究推進リーダーの方全員に執会で集まっていただくと、それによって目の肥えた方からの厳しいアドバイスを受ける、そうした機会っていうのを設けていたわけであります。そしてその仲介役を教育委員会が果たしてくれていました。これ一つの例なんですけど、いずれにしても自分たちのやっている取り組みっていうのをリフレクションするために、あるいはさらなる支援を受けるために、外の世界と今までとは違った窓口で出会っていくということに対するアイデアが豊富にあったように思います。この後また3期校になるんですか、4校のご発表あるかと思うんですけれども、おそらくその中にも私たちが1期校2期校で見出してきたこの枠組みにヒットするところっていうのがたくさんあると思います。そのような形でこの後のご発表をお聞きいただければ、中継ぎ役を果たした私が皆さんに少しでも役立ったということになるかもしれません。どうもご清聴ありがとうございました。